ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はどんな怖い話かな。今回は、ある除霊方法、など、怖い話をたくさん紹介するぜ。斬新すぎる除霊のお話や、幽霊をテイクアウトするお話など、いろいろなお話が集まったぞ。ファーストフードかな。今回ご紹介する怖い話以外に、こんな怖い話があるよという方は、コメントで教えてくれると嬉しいぜ。うぷ主が、怖い、と思ったお話は、動画で紹介させていただきます。それじゃあ今日も、ゆっくりしていってね。これから紹介する話は、ある除霊方法、という話だ。どんな方法なんだろう？かなり特殊、だろうな。方法。それでは、早速聞いていただこう。本校忘れが荒れてるので、こちらで失礼します。そこそこ売れてるバンドマンなんだけど、元カノに呪いをかけられ、生き霊を飛ばされていて、ものすごく怖かった。別れたのは、異常なまでの嫉妬深さから。浮気や金銭要求などしていないし、俺なりに誠実に付き合ってきた。別れてしばらく経ってから、風呂場に大量の黒くて長い髪が落ちている。決まって夜中に、玄関のドアをどんどん叩かれて、モニター越しに確認したら、黒髪の長い女が、包丁を持って立っている。女性相手とはいえ、さすがに刃物は怖いし、喧嘩なんてしたことないから、布団かぶって震えるしかできなかった。メンバーに通報を頼んでも、警官が来る頃にはすでに退散済み。不可解なのが、元カノの SNS を見たら、玄関ガンガンの時間帯に、友達と旅行に行っており、友達の SNS を見ても、観光地によくある、丸月丸日と日付入りの写真がアップされている。どういうことだ？玄関の女は元カノではないのか？面識のないストーカーか？と、さらに悩まされることに。その後は、ドアガンガンの後に、ベランダ窓ガラスバンバンに変わった。カーテンを開ける勇気なんて、当然ない。ベタだが、窓ガラスには手形がびっしりと。これは本当にヤバいと思い、昼まで震えながら、メンバーの家に泊まらせてもらうことに。ところが、駅に着いた途端に、生暖かい空気と生臭い匂いがしたと思ったら、男性とも女性とも区別がつかないような、恐ろしい声がはっきりと耳元で、絶対に逃がさないよ。と、聞こえた。あまりの恐怖に腰が抜け、後ろ髪を引っ張られ、頭から階段から落ちた。幸いにも軽い打撲で済んだものの、頭を打ったので検査入院することに。病院に担ぎ込まれた後は、メンバーに連絡し、鍵を渡し、入院に必要なものを持ってきてもらった。メンバーは真っ青な顔をしており、少し逡巡した後に、窓ガラスの手形すべてが、人の顔のようなものに変わっており、ベッドには包丁が突き立てられていたそうだ。ゴミ箱には、大量の毛髪と爪。絶対ヤバいって、お払いと警察に行こう。と、メンバーは言う。その通りだと思ったが、警察も、地上のもつれだと言うし、お払いは正直うさんくさい。とりあえず引っ越すことに決めた。長くなって申し訳ない。ちょっとはしょりながら書く。病院では金縛りに遭い、退院後も怪我や原因不明の体調不良、事故に巻き込まれかけたり、ポルターガイストに悩まされた。鏡を見ると、黒い女が時折映るようになり、にーっと、恐ろしい形相で笑っている。さすがにお払いを考えることにした。ちなみに退院後、窓ガラスの顔は消えており、包丁は台所に戻されていたが、枕は破れていた。ゴミ箱は、メンバーが塩振って捨ててくれた。そして、ライブの日がやってきた。今でこそ売れているが、当時は動員に30人のキャパの箱でライブだった。こんな状態なので、仕上がりはボロボロ。それでも、一人でいることに耐えられず、ライブに出演した。ここで救いの神に出会う。今もあるが、チェキなどの物販は大事な収入源だ。対バン相手の女友達が、初めてライブに来て、俺とチェキを取った。ものすごくスレンダーで背が高く、ひときわ目立って美人だ。芸能人レベル。翌日にその女神から、SNS を通して連絡が来た。要約すると、最近こんなやべえこと起こってね。とのこと。ピタリと当てはまりすぎて、そうだけど、なんでわかるのか返信すると。何か、すげえやべえのに取り憑かれるのが見えた。このままじゃ、近いうちに取り返しがつかないことになると。なんなんだよ、もう。ただでさえ参ってるのに、不安煽るんじゃねえよと。近づきたい口実か？と、その時はムカついたな。ライブの疲れも尾を引いていたのか。その日は、久々に泥のように眠り、朝を迎えた。窓ガラスに手形はなかった。体も軽い。というより、部屋の空気が澄んでいる気がする。女神から、一言だけ連絡が来た。
払った、もう大丈夫。と、え？払った？マジで言ってる？これ、壺とか売られるやつ？と、混乱し、女神にメッセージを送ったが返信はなし。その後、何も起こらず過ごしていたら、女神から連絡が来た。ものすごく強い生き霊と、何かの術式で呪いが成立しており、さらには、野良の悪霊に近い、浮遊霊的なものまでくっついてたと。思ったより強く、引っ張がすのに払った反動で鼻血と高熱を出し、めまいと耳鳴りもやまず、倒れていたらしい。なんだよ、術式って。領域って、開花？中二病か？と思ったが、実際に何も起こらなくなっていたので、信憑性はあった。そして、ここからは一気に嘘くさくなるが、紛れもない事実。お払いなんてどうやったのか聞くと、一緒に取ったチェキで払ったそうだ。本人を清めてお払いするのが一番だけど、そんなの初対面で言ったら痛いやつなので、チェキを取って払ったと。何それ、チェキでお払いとか聞いたこともない。つか、できんのかよ、便利すぎんだろ。そして、女神から続けて連絡が来た。ここでもさらに驚かされた。今まで死ななかったのは、守護霊が強かったから。それで、守護霊が相当摩耗していたので、危なかった。ただ、はっきり見えるわけじゃないが、俺の守護霊は、大きなテントウムシに見えるそうだ。は？テントウムシって、俺の守護霊、テントウムシ、弱そう。となるところだが、幼い頃に瀕死の子猫を拾い、10年飼ってた。白い体の背中に、黒い斑点模様が7つあるので、テント、と、名付けた。テントだと確信した。テントが俺を守ってくれていた。ちっちゃくて甘えん坊で、気まぐれで臆病なテント。そのテントが、ずっと俺を守っていてくれた。その事実に、テントがなくなった時以来の大号泣が止まらなかった。テントの話は周りにしていないし、写真も載せたことがない。女神すげえと、マジで思った。元カノはどうなったのかと聞くと、わかんねえけど、一気に呪詛返されたから、やべえんじゃね？てか、気にしたらまた来るから、気にしないで、と言われた。あとは、神社で清めの塩をもらい、常に携帯したり、里帰りし、テントの墓参りをしたり、メジャーの話が出たり、慌ただしく、日々は過ぎていった。これで、俺の経験した話は以上になります。女神は何者なのか、こういうことはよくあるのか聞いたら、ただの一般人でたまにあるし、お化けとか怖いのは苦手だし、ホラー映画も怖いと言っていた。いや、苦手なんかい。なんで初対面の俺を、無償で助けてくれたのか聞いたら、ただの気まぐれなのだと。もし次に同じようなことがあれば、業界のツテを頼ってくれと。好きなバンドのメンバーに合わせろとかも要求されず、本当に女神だと思った。女神関連で思い出したことを、一つ追記。当時、ファンクラブ会員たちと、旅行するって企画があったんだ。メンバーたちも女神の件を知っていたので、お礼を兼ねて、女神を無料で招待した。2泊3日の旅行だが、前日あいにくの雨予報。出発時点で、小雨がパラついている。しかし女神は、晴れ女だから大丈夫だよ。私の股くらい、カラッカラに晴れるよ。と、お下劣なことを言ってのける。しかし、実際その通りになった。全日程晴れ、もしくは外にいる間は降らず、バスに乗り込むと降り出す。メンバーが、女神ちゃん、天に愛されててすごいね。と言うと、そりゃあ、これだけの美貌とスタイルを授かっていて、神様に愛されてないとかありえないっしょ。と、超ポジティブなことを言っていた。あと食事の時に、メンバーたちから特別待遇を受けてる女神に嫉妬し、悪口を言った二人のファンが、急遽発熱し帰宅することに。出来すぎた話かもしれないが、女神に感謝して良好な関係を築いてから、一気に売れ出した。座敷わらしみたいな存在なのだろうか？それをなりわいにしないのか聞いたら、見える時と見えない時もあるし、予知や投資ができるわけじゃないとのこと。そんな能力があれば、未解決事件もバンバン解決するし、失恋もしないし、人間関係でも失敗しないって笑ってた。あと一度、他メンバーに、女神がお守りを渡したいと頼まれたことがあるんだ。予知とかできないと言っていたが、虫の知らせというか、どうも嫌な気配があったらしい。数日後に、カバンにつけていたお守りがパンパンに膨らんでおり、メンバーは、これって、どういう状況か聞いてくれる？と、立ち止まって俺に文章を打ってたら、お守りが、パーンと弾けて、うわ、と、びっくりしていたら、赤信号虫の車が、かなりのスピードで目の前を通過していったそうだ。お守りが膨らんでいなかったら、お守りが破裂という特殊な状況にならなかったら、立ち止まって文章を打たなければ、
確実に惹かれていた。女神の能力に、感謝と若干癒したが、女神自身が、普通にチャリで電柱にぶつかり、転んで怪我したと聞いて、なんでやねん、自分にも危機回避能力発揮せえ、と、内心突っ込んだ。女神さん、すごいね。そうだな。まさか、写真を撮るだけで除霊できるとは。さて、次からは短編を紹介するぞ。お、短編だ。それでは、早速聞いていただこう。鬼の形相。反応ないけど、眠れなくなっちゃったから、短めのやつをテイクアウト。事件からいろいろあって数年後、私は自衛隊にいました。これは、部隊に配属されて1年目の、新人の時の話です。私は初めての演習で、冒険の演習場に来ていました。宿泊する宿舎裏の喫煙所で、タバコを吸っていると、ある曹長がタバコを吸いに来ました。私は曹長に敬礼をしましたが、その曹長は、私の敬礼を無視して、私に話しかけてきました。おい、お前、ちょっとそこの木の下に行け。自衛隊は縦社会なので、上官の命令は絶対です。意味もない命令でさえ、疑問を持たずに従うよう洗脳されていた私は、曹長に言われるまま、近くの木の下へ行きました。もうちょい右、もうちょい、一歩後ろ。と、言われるまま、一歩後ろに下がった瞬間、全身に鳥肌が立ちました。その時は、まだ残暑が厳しかったのですが、真夏、そこだけ真冬のように寒かったのです。私はびっくりして動いてしまいましたが、曹長は、お前感じるんか、あかん、あかん、戻れ。と、にやつきながら私に命令します。私は意味もわからず、言われるまま、その場所に戻りますが、凍えるように寒いので、動いてしまいます。戻れ。震えて逃げる。戻れ。気持ち悪くて逃げる。何度か繰り返したところで、曹長が笑い出しました。私は少しムッとしながら、曹長、何ですかあそこ。と詰め寄ると、曹長は笑いながら、実はお前が立ってたところに、女がおるねん。誰かが重なるたびに、鬼の形相になるのが面白くてな、はっはっは。私は、女なんかいないですし、重なるってどういうことですか？その曹長曰く、自分が新兵の時から、ずっと木の下で立っている女の幽霊がいるが、何をしても動かないので遊んでる。とのこと、その時は、アホかこいつ、関わらんとこ、と思いましたが、この心霊曹長に気に入られたのか、その後の自衛隊人生で、いろいろないたずらをされては、心霊現象に悩まされるようになりました。何やってるんだ。シャレにならないこともなく、オチもないし、霊的だったのかもわからないけど、昔、入社してすぐ、会社の上司とお付き合いすることになった。なんとなく恥ずかしくて、親には残業と嘘をついて、仕事後にラブホ行ったりしてた。もろもろが終わって、うつ伏せでまったりしていたら、後ろから、おい、何をやっているんだ。と、男の声、親父に似た声、が、聞こえてきて、二人で驚いて飛び上がった。振り返ると、消していたテレビがついており、アダルトだったか、普通のテレビ番組か忘れたけど、それが流れていた。怖いし、早めに帰ろうとなって帰宅した。それから数年後に、その部屋だったのかわからないし、曰くつきでもないと思うけど、若いカップルが、無理心中事件を起こした。廃墟や病院はベタだけど、ラブホとライブハウスも、なんでこんなに心霊系の話題にこと書かないんだろうね。第六棟、とかも、やっぱりなんかあるのかな。誰がいた？学生時代の話なんで、時効だよねってことで、体験談を書いていく、H 街道のSホロにある、H の滝に行った時の出来事です。当時は、そこまで心霊スポットとして有名ではなかったのですが、ちらほら、出る、と、噂になっていました。友人たちと夏休みを利用し、本当に出るのか確かめに行きました。大学生なので車で行くことになった。A と B とビビリと俺の4人で、滝に向かう途中。俺も行きたい。ってことで、C が途中で合流しました。ビビリは終始、帰ろう、と、半べそを書いており、俺は必死に慰めていました。車を走らせてしばらくして、目的地へ到着。ひとまず全員で、滝を見に行くことにしました。滝への道に差し掛かったところで、妙な違和感を覚えました。滝の音がしない。ビビリが反響欄で、行くのやめよう、なんかおかしい。と、叫び出したので、ひとまず A、
B、C が様子を見に行き、俺とビビリが留守番で待つことになりました。ずっと泣きそうなビビリを慰め続けながら、三人が戻ってくるのを待ってました。不思議なことに、マジで虫の声や滝の音が全然しなくなる時間が結構あり、それがさらに、ビビリを追い詰めていきました。数十分後、談笑が向こうから聞こえてきたので、やっと三人が戻ってきたと察しました。手を挙げて、おせえよ、と叫んだ時、鳥肌が立ちました。どう見ても、四人がこっちに向かってきてたからです。は？誰？なんで四人？俺たちは五人で来た、六人じゃない。嫌な汗が止まらず、歩いてくる、いるはずのない六人目が誰なのか見極めようと、顔を見ました。ほんとお前はビビリだよな、なんもなかったのに。マジ、お前を見てるだけで退屈しなかったわ。なまらビビリなのな、お前。もう二度と来ない、死ね。お待たせ、一人で待たせて悪かったな。一人？何言ってんだ？俺はずっとビビリと一緒に待ってたんだぞ。俺が頭おかしいのか？ふと隣を見た。ついさっきまで、青い顔をして怯えていたビビリがいた場所を。そこには誰もいなかった。闇だけがそこにあった。気がつけば虫の声も、滝の音もしっかり聞こえていた。俺は数十分の間、誰と会話をしていた？みんなにそのことを話すと。お前だけ心霊現象あって、ズリー。と、のんきに笑っていた。冗談じゃないよ、ほんと。そんな出来事から夏休みも明け、大学で、その時の話に花を咲かせていた。よ、盛り上がってんな、何の話だ？あの時の滝の話だよ、なんで俺だけ、あんな目にあってんだ。へえ、例の滝に行ったのか、俺も行きたかったな。は？お前も一緒に行くって言って、途中合流してんじゃん。は？バカか？俺は一度も滝なんて行ってない。マジで勘弁してくれ、あの日、C はいなかった？じゃあ誰だよ、あれ。そういや、ビビリずっと休んでるな。なんでも、階段から落ちて、骨折したらしいぞ。ドジすぎ。待って、やばいんじゃね？なんか取りつかれたんじゃね？怖くなってお祓いに行きました。後日、バカにしてた A は、バイクで事故って半身不随に、B は家が火事になり、両親を亡くしました。今でこそ有名ではありますが、遊び半分で行ってはいけない場所です。特に夜は、絶対に近づかないでください。命の保証はしませんし、どうなっても知りません。以上です。睨みつける女。じゃあ、上からまとめていきますね。仕事サボりながら、携帯でやってるので、遅くてすみません。睨みつける女。これは、私が入隊して初めて体験した話です。自衛隊に入ると、まず教育隊ってところに配属されて、自衛隊の基本を学ぶ、前期教育3ヶ月、それぞれの職種を詳しく学ぶ、後期教育3ヶ月、それが終わって、ようやく各地の部隊に配属されます。その前期教育の時の話です。入隊してから1ヶ月ぐらいだったと思います。慣れない訓練や体力練成で、夜寝ると朝までぐっすり眠りにつくのですが、その日はなぜか、夜中にふと起きてしまいました。携帯を見ると、夜中の2時頃、変な時間に起きちゃったなぁ、明日もあるし寝よう、と思ってたら、と、うなるような声が聞こえてきました。私は目が悪いので、目を凝らしながら室内を見渡していると、どうやら、窓辺の二段ベッドの上の、同期のようでした。変な寝相だなぁ、と、思っていたら、と、同期のうなる声がだんだんと大きく、苦しそうになってきました。心配になった私が、同期を起こしに行こうと思った時、視界の端に、赤い何かが見えました。視線をそちらに向けると、窓の外から女の人が、同期を見下ろすように睨みつけていました。え？誰？てか、こんな時間になんで？侵入者か？と、パニクっていると、おかしなことに気がつきました。女性の顔は、まるでライトに照らされたように、こちらから見える、左側の顔が赤く、反対側が青くなっていました。それに、同期が寝ているのは二段ベッドの上。しかも、窓の外は建物より低くなっていて、身長3メートル以上はないと、見下ろすことはできないはず。てか、首から下がないし、メガネかけてないのに、はっきりと顔が見える。あかん、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 夢、これは夢です。私は怖くなり、そのまま布団の中に潜り込みました。翌朝、同期が、朝から金縛りにあったとか、教育班長が、ここは、女の幽霊が出るって噂がある。とか言ってましたが、あれは絶対に夢、だと思いたい、ので、黙っていました。
同期の金縛り事件も忘れるぐらい、厳しい訓練が続きましたが、それも今日で終わり、明日からは、みんなそれぞれの職種の、後期教育隊に移動、教育班長たちも交えての宴会が終わり、私は、飲みすぎて倒れた奴を、自分の半部屋で解放してました。じゃあ、うわぁ、やべえ、やべえ。急に隣の部屋から、複数人の叫び声が聞こえてきました。いくら最終日でも騒ぎすぎだし、最終日に怒られたくない、と考えた私は、注意するために、隣の部屋に行きました。おい、ちょっとうるさいで、と言いながら部屋に入ると、部屋は真っ暗。部屋の明かりのスイッチを押すと、部屋の真ん中に、携帯を見たまま固まっているのが一人、他のみんなは部屋の壁にもたれかかって、怯えていました。うるさいで、何してんねん、最終日に怒られたくないで、俺。と言うと、部屋の隅で怯えていた一人が話し始めました。残念、実は。彼の話によると、みんなで3ヶ月間の思い出話をしていたところ、金縛り事件と女の幽霊の話になり、みんなで暗闇の中で写真を撮れば、何か映るかもしれない、と、部屋の電気を消して、みんなで携帯カメラで室内を撮影していたそうなのです。みんなで暗闇の中、携帯で撮ってたら、あの金縛りにあった動機が、撮れてもうた。というので、みんなで覗くと、で、何が映ってん、見してみいや。興味本位で、金縛り動機の携帯を覗くと、そこには、あの夜の窓辺の女が、至近距離で映っていました。顔の左側は赤く、右側は青くなっており、恨めしそうにこちらを睨んでいました。うわぁ、めっちゃ見てるやん、てか、部屋の中に入ってるやんけ。アホか、こんなもん偶然やがな。気持ち悪いから消せや。私は怖くなり、金縛り動機から携帯を奪うと、写真データを消しました。毎年、あの部屋で寝ると、金縛りに遭う新兵がいるそうです。スーツ。つまんないかもしれないけど、リアルでオカルト話好きな人いないから、聞いてくれると嬉しい。お母さんに話されて、そういえばそんなことあったなって話。夜、ソファーの背もたれで横になってど、もりしてたら、お母さんに、夕飯だって呼ばれて、食卓の方に顔を向けたら、バルコニーに、ぴっちり決めてるスーツが立ってるのが視界に入った。正直、お化けは怖くても信じてなかったし、アホだから、当時はきっちり決めてることに違和感を感じても、干してるんだって思った。それまで、我が家でスーツを見たことがなかったから、珍しいなって思って、お母さんに、スーツ干してるの珍しいね。って言ったら、お母さんは、干してない。って返してきた。でも何回見返しても、バルコニーにはスーツがあったから、しつこく、スーツ干してるじゃん。って食い下がったけど、否定され続けたからキリがなくなって、引き下がって、その時は終わった。それでこの前お母さんに、その時のことを話されたんだけど、当時お父さん、スーツ持ってなかったらしい。考えてみたら、結婚とかのかしこまった写真以外で、お父さんのスーツ姿見たことないし、そもそもあんな真っ暗な時間に、洗濯物なんか干すわけないんだよね。打足だけどさ、引っ越した後、どうも違う別の部屋なんだけど、死因不明の死体が発見されて、事故物件になってたんよね。新築のマンションだったし、いわくつきじゃないはずなんだけど、あの土地、呪われてるんやろか。タコツボ。自衛隊に入ってから、心霊体験をよくするようになった私は、いろいろな人に、心霊体験を聞くようになりました。これは、ある先輩に聞いた話です。タコツボ。タコツボって知ってるでしょうか？敵の銃弾から身を守りながら反撃するための、簡易な塹壕みたいなもので、浅くても、自分の腰ぐらいまで地面を掘らないとダメなのですが、地面が柔らかい場所なら、半日もかからないけど、硬くて石だらけの場所だと、一日中地面を掘ることもあるし、個人用の塹壕なので、重機、ショベルカーなどが助けに来てくれることなんて、普通はないから、結構きついです。それは、先輩が防演習場で、タコツボを掘っていた時の話だそうです。上官から命令された場所で、タコツボを掘っていたのですが、土は硬いし、石もゴロゴロ出てくるような場所で、時には、出てきた石をツルハシでかき割ったりしていたそうです。あともう少しで、指定された深さって時に、また石が出てきたそうです。それも、抱え込めるような大きな石が、先輩は、あと少しなのに、と、怒りながら、その石にツルハシを打ち込んでいたのですが、
何かおかしいことに気がついたそうです。今まで出てきた石とは、色ってか、質感が違う。先輩は、どんな石なんだろう。と、表面の土を手で払うと、〇〇家の墓、の文字が、先輩がすぐに上官に報告したところ、上官は少し考えた後に、埋め直せ、と、命令したそうです。先輩は、墓石を叩いていたことよりも、一日かけて掘ったタコ壺を埋め直す方が、怖かったそうです。よくあるような話ですが、自衛隊では珍しい話だそうで、後日、この話を霊感が強い心霊総長に話したところ、演習場はどこも古くて、地形もほとんど変わらんから、戦術的に、タコ壺を掘る位置は、大体似たような場所になる。大抵の場所は掘り尽くされてるから、墓石が出るような場所は、避けられるんやけどな。もしかしたら、そいつ、墓石に呼ばれたのかもしれんで。と、笑えない話を聞きました。その演習場にまつわる話はたくさんあるのですが、文章にすると疲れますね。何から話そうかな。児童館の男の子。自分が小学5年生の時の話。時期は確か、夏休みの中旬。朝一番からやることがなかったから、とりあえず、近くの友達の家を順番に回って、遊べるやつを探した。でも珍しいことに、声をかけた全員から、遊べないって断られて、仕方なしに、少し離れたところの児童館に向かった。空調は効いてるし、もしかしたら、少し遠くに住んでいる友達の誰かが、遊びに来てるかもしれないなと思って、児童館に入って広い館内を見渡してみたけど、結局友達は一人もいない。でも、代わりに同い年ぐらいの、見知らぬ男の子が一人いた。自分の住んでいた地域は少し田舎で、同じ小学校に通っている生徒の数は少ないから、ほとんどの生徒の顔は、見たことがある。だから、全く顔を知らない同年代の子供ってのが珍しくて、君はどこから来たの？隣の学校から。一緒にゲームしない？うん。確かこんな会話をして、トントン拍子に、一緒にもの、リーカなんかで遊び始めた。日がとっぷりと暮れて、自分たち以外の子供たちが誰もいなくなったあたりで、ボードゲームが一区切りついた折に、男の子に、ポ、もんで対戦しないかと持ちかけた。というのも、ボードゲーム中の雑談で、自分とその子が D、巣を持ち込んでいて、しかも、同じくポ、もんを持ってきていると分かっていたからだ。男の子は二つ返事で OK してくれたけど、唐突に、おしっこ行ってくる。と言って、D、巣を放置して駆け出していった。いよいよ児童館の管理人を除けば、一人ぼっちになってしまったので、ぼんやりしていたんだけど、唐突に、対戦で出してくるポ、もんを見てやろう、と、思い立った。先に出してくるポ、もんがわかれば、対策が立てられるからね。そして、男の子の D、巣を開けて、中のポ、もんを見てみたら、その子、手持ちのポ、もんの名前が、おじいちゃ、お姉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 ちゃ、ってなってたのよ。しかも、お姉ちゃ、って名前のポ、もんは、全部瀕死。それ見て怖くなった自分は、自分の D、巣だけ回収して、急いで家まで帰った。その後、児童館には近寄らないまま、中学生になる時に引っ越しをしたから、その後もわからないまま、一応後日談はあるけど、こじつけかもしれないし、間延びするだけだと思って書かなかった。もうちょい付き合ってくれる人がいるなら、書き込むわ。ひえ、じわじわと怖い。なぜ瀕死なのか。さて、次のお話は、幽霊をテイクアウトするお話だ。やめて。それでは、早速聞いていただこう。十数年前、私が二十歳過ぎの頃の話です。当時の私は実家から出て、フリーターをしていました。久しぶりにバイトが数日休みになったので、一年ぶりに、実家に二、三日ほど帰ることにしました。実家に帰ると、いつもは元気で明るい妹が、疲れてるってか、何かに悩んでるようでしたので、妹に、何かあったのか聞いてみると、最近、毎晩のように金縛りに会うから、眠られへん。とのことでした。当時の私は、幽霊なんて信じてなかったので、金縛りというのは、体が眠ってて、脳みそだけが起きてる。金縛りは科学的に証明できる、気のせいだ。と、うんちくを垂れていると。ほんなら、今日はお兄ちゃんが私の部屋で寝てや。と、言い出しました。私は、幽霊なんておらんから。と、妹を馬鹿にしながら、
その日から妹の部屋で寝ることにしました。妹のベッドでうとうとしていると、急にキシッという耳鳴りとともに、全身が固まるような感覚になりました。私は突然のことで、最初こそびっくりしましたが、これが金縛りか。ほんまに体が動かへんけど、目は見えるねんな。と、冷静に金縛りを体験していました。そのうち、眼球が動かせるようになったので、ぐるぐると部屋の中を見ていると、頭の上に、何か黒い物体があるのが見えました。あれ？こんなところになんかあったかな？視線を頭上に向けて、その黒い物体を見ていると、それはだんだんと、私の視界を塞いでいきました。よく見てみると、それは人の頭のようでした。一瞬、妹か？と思いましたが、すぐに恐怖で固まりました。すでに固まってるが、妹は茶髪だし、私の寝ている頭の上は壁になっているので、そんな風に覗き込むことは、物理的にできないのです。誰やねん。それのおでこが見えたあたりから、私のおでこに、それの髪が当たるのがわかりました。頭のてっぺん、おでこ、眉毛、女だ、すごい白い肌。それは私を覗き込むように、ゆっくりと近づいてきて、それの真っ赤な目と会った瞬間、私は恐怖で、気を失ってしまいました。気がつくと朝でした。私がリビングで、誰か起きてくるのを震えながら待っていると、おっはよう、と、久しぶりによく寝れて、元気になった妹が起きてきました。お兄ちゃんどうやった？金縛り合わへんかった？と、聞いてきましたが、私は、全然、なんもなかったで、と、震えながら答えました。すると妹が、ほなお兄ちゃん、今日も私の部屋でね。お兄ちゃん、今日帰るわ。私は逃げるようにして、実家を出ました。夕方自宅に帰ると、当時ルームシェアしていた女友達、朝初、夕にそっくり、が、嫌そうな声で、あれ？今日は帰ってこないんじゃなかったの？友達呼んじゃったよ。と、朝初、夕の部屋で可愛い女の子4人が、パジャマ姿で鍋パーティーをしていました。ちょっと休養で帰ってきてん、気にせんといて、おとなしくしとくし、と言いながら、覗く気満々でした。私の部屋と、朝初、夕の部屋は襖で仕切られており、お互いの部屋から、リビングキッチンとベランダが行けるような間取りだったので、無駄にリビングキッチンをうろうろしたり、ベランダでタバコを吸いながら、チラチラと覗いていました。そうこうしてるうちに、隣の部屋から明かりが消えたので、私も布団でゴロゴロしていると、突然、ピシッと耳鳴りがし、全身が硬直しました。嘘やん。恐怖で目をつむりたかったのですが、まぶたが閉じれませんでした。当時貧乏だった私は、ベランダにカーテンをしていなかったので、近くの公園の明かりが差し込んで、部屋全体は、電気を消してもよく見えました。あかんあかん、怖い怖い。昨晩のように、頭上から女が覗き込んでこないか、恐怖で震えていましたが、そんなことはなく、次第に首が動くようになりました。あれ？これ、金縛り解けるんちゃうか？そう思いながら、首をベランダに向けた瞬間、恐怖で再び固まってしまいました。昨日の女が、ベランダから私を睨みつけていたのです。女の真っ赤な目から視線が外せないまま、私はなんとか体を動かそうとしましたが、全く動きませんでした。私は、隣の部屋の朝初、夕に助けを求めようと、必死に叫ぼうとしましたが、と、うなることしかできませんでした。しばらく女と目が合ったままでしたが、急に体が動いたので、私は、助けて、と叫びながら、リビングキッチンから隣の部屋に飛び込みました。が、夜中に叫びながら、部屋に男が飛び込んできたので、女の子たちは、お互いに手を取り合って叫びました。私は恐怖でパニックになりながら、ちゃうねん、一緒に寝て、一緒に寝るだけやから、と、パンツ一丁で朝初、夕に殴られながら、布団に潜り込みました。そのうち、一人の女の子が泣き出したところで、私も我に返り、ごめんね、そや急にパンツ一丁で部屋に入ったら怖いよね。ごめんね、実はね、と説明しようとしたとき、泣いていた女の子が、違うの、びっくりしたんじゃないの、と話し始めました。何が？なんで泣いてるの？と、朝初、夕が聞くと、泣いてた女の子が寝ていると、私の部屋から、うめき声が聞こえてきたそうです。はじめは、私のいびきか何かかと思ってたらしいのですが、私のうめき声に重なるように、女のうめき声がベランダから聞こえてきたので、ずっと怖かった。そこに私が飛び込んできたので、これは普通じゃないと思って、怖くて泣いてしまった、と話しました。私はますます怖くなり、
しばらく朝しょ、竜と一緒に寝てもらうよう交渉しましたが、そんな幽霊持って帰ってくるやつは、入ってこないで、とのことで、結局私は、朝までずっと起きてました。終わり。やっぱり、もらってきちゃうことってあるんだね。そのようだな。今はもう、語り手さんのところを離れて、別のところにいたりするんだろうか？今回のお話、皆さんはどう思われましたか？コメントで感想を聞かせてくれると嬉しいぜ。では、今日の怖い話はここまで。動画が面白かったら、高評価ボタンを押してくれると嬉しいな。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。